低迷、ESPN パッサン記者、エグンは密かに忙しいチームエンゼルスは、今季も主力選手を大量放出するようだ。守護神、カルロス・エステベス投手や、テイラー・ウォード外野手ら多くの主力選手をトレード市場に出すという、米局 ESPN のジェフ・パッサン記者が伝えている。パッサン記者がトレード候補に挙げたのは、守護神エステベスに先発サワン・アンダーソンとリード、デトマーズ、ウォードとケビン・ピラー両外野手。ベテランの救援投手、ルイス・ガルシアとハンター・ストリックランドらも候補になるという。チームは地区4位と低迷。パッサン記者は、密かに忙しいチームと表現し、エンゼルスは、あらゆる選手を動かすことで、球界ワーストのファームシステムにテコ入れをする機会だと伝えた。左膝を手術したマイク・トラウト外野手のメジャー復帰が近づいてきている。だが、トレード期限の7月30日、日時間7月31日まで、あと1週間もない。大谷翔平投手がいた昨季のトレード戦線では、買い手に回ったが、ポストシーズン進出はならなかった。パッサン記者は、数日のうちに大量に現実になりそうな会話が、周辺で活発になっていると近況を伝えた。目が離せない展開となりそうだ。フルカウント編集部。